そう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 、 TU、 いや私は TU のサポーターになれる。そう、あと工藤莉子ちゃんとも今日はまだ話出てきてないと思う。えさらさ全員の話できるよ本当に。工藤莉子ちゃんとはもう毎日 LINE してます。莉子ちゃん、莉子ちゃんとはね携帯の制限の話で盛り上がってます今。なんか莉子ちゃんはなんか莉子ちゃんもめっちゃねハイテンションずっと。莉子ちゃんとね遊びに行きたいほんまに。アンナちゃんとご飯行くのは何がいい？え、もう決めてます。あとね行ったらメールで言うね。行ったらえアンナちゃんともう行く店まで決めてて、そう。みほりんの家にいるの？そうで、え、ほんまに、なんか昨日面談だったんですよ。昨日、あれですよ、サラがもう面談って言っても何？ただ話した、普通に話しただけで。普通に違いますよ。サラが休業したいですって言って面談になったとかじゃないよ。本当に違うよ。これはただみんなやる面談多分。それでなんか早く着きすぎたのに2時間ぐらいずっと話してたんですけど、みほりんというよりみほりんのママに呼ばれる。え、そうなん？サラ、みほちゃんのお母さん会ったことないけん会ってみたい。いや、面談って聞き、じゃきサラが卒業するとか言ったんじゃないよ。卒業やめたいとか辞退したいとか休業したいとか言って面談だったんじゃなくて普通にあるやつ定期的に。そう、それでそうずっとねマネージャーさんと話してたんですよ。あの、なんかただあユナイナの話あったですよね。ただ何普通にいつも何にしてるのみたいな。面談って言ってもなんか誰と仲いいみたいな、そんなぐらい普通にただ話してるだけ。ただなんかなんたんですけど、なんかいつも STU もなくて学校もなくてショールームもしてなくてメールとか何 STU のことのそのお仕事の内容全部してなくて学校の勉強もしてない時間は何してるのって言われたんですよ。学校の普通に宿題も学校行ってる時間もなくてショールームもなくてメールもしてなくて調べもしてなくてSTU お話し会とかも講演も何もしてない時間、家で何してる、家とか遊びに行ったりして何してるのって言われたので、で寝るはなしって言われたんですよ。そしてだけ本当にやばいくらい STU のことしか考えてなくて、ない時間はもうエゴさしたり過去の YouTube 見たりもうずっともう本当にそれしかしてないんですよって話した。なんか写真とかを見返したり、そうプライベートの時間は本当に STU のことしか考えてないっていう話をしました。そうそうそう、本当にそれしかしてないんですよ。でもっていう話をしたら、なんかおたの鏡でくさ、そうそう、なんかホーム画面選んだり携帯の、そうそう、そんなことしかしてないんですよ。普通にツイッターで2期生メンバーツイッターをあるじゃん、あの水色のアイコン、あのメンバーツイッターをみんなの遡って、なんかこの子か可愛くなったなみたいな、このメンバー可愛くなったなとか思ったり、そんなことばっかりしてるんですよ本当に。 TikTok とか見るんですけど、 TikTok で STU のこと探してますよ、その見てますよ。そう、そんな感じのことをしてるんですよ。そしたらマネージャーさんはなんか一回 STU のこと考えん日を作ってみたらみたいな、なんでよって思った。ツイッターフォル、こんばんは、せいやさん、こんばんは。毎月メンバーの好み変わります。え、変わる、毎日変わるよ。そらね、携帯のね、ロック画面ね、あれ、3日に1回ぐらい変えてる。4日に1回ぐらい変えた。変えてる。けど、大体、ね、全部 STU の人にしてる。いつもここからエブリデイだって。そう、マダラさん、バラありがとうございます。
マジで本当に STU のことしか考えてない。学校の友達と遊びに行ってもなんか、次選抜誰が入るんかなとかなんか一人でなんかファンの人みたいに選抜予想したり、なんか楽しいんですよ。なんかサラが運営だったら誰を選抜にしよっかなとか、いやサラリアルに何歳で選抜入れるんかなとか、とか最近はなんか、もし次、もし次どっかの県行って泊まれる、ホテル泊まれる機会があったら誰の部屋に遊びに行こうかなとか妄想をしてるんです、一人で。どんな方向性で行きたいんとか聞かれてない？あ、聞かれたよ、そういう話もしたけど。俺も仕事中は紙面のことしか考えてない。それは誰のことかな。寝られなくなった。めっちゃ DD やん、ゆうちゃん。俺はさあちゃんのことしか考えてない。ありがとうございます。とかあとは考えることはなんか、さこちゃん背何センチになったんかなとか考える。よくマサラですか、すっぴん？うん、すっぴんじゃないよ。顔違った、いつもと。そう、次のセンター誰な、うん、それも考える。次のセンター誰なんかなとか、3期生何人募集しよっかなとかしよっかなって、もうサラ運営さんみたいな。なんかサラさ、なんかいらん服とか、なんかこの前例えばもうなんか全部 ST につなげたくなる病気なんですよ。いらん服とかを片付けだったらなんか、あ、3期生入ってきたらあげよう、これもこれもこれもあげよう、これもあげようみたいな。さこちゃん何センチになったかなとか、今日はナチュラルか、今日はね髪型がちょっといつもと違う、いいかな。そうそう、もう運営サイドなんで私で、それ以外だと他はね、そうそう、もう3期生のお世話のこと考えてる。多分それより年下ばっかりだから、もういっぱいいるから。そうそう、そんな感じでいつもいつもね考えてる。さこ先輩、さこ先生ですよ。さこちゃんは、さこちゃんはさこ先生って感じ。さこ先生、うん、そうそうそう、3期生はいつオーディションしようかなみたいなとか考えてます。そう、こんな細かく言ってないけど、なんか本当に何を見ても STU のことしか考えてないよ。なんかあれアンピーんち泊まりに行きたいなとか、アンピーのことよく考えるかも。なんか出てくるかも、アンピーと遊びに行きたいなとかも。そう、謎の上目線で草じゃろ。そうない、草ないよ。なんかそう、めっちゃねもう草生えまくってるんですよさ。将来福田さんが生体になるのか、あでもそういうのも考えるよ。あ、ドラフト会議やるとしたら今年じゃないんかなとか、じゃない年の今年あたりかなとか考えるよ。あ、けどそうそう、考えすぎたらなんか疲れるから考えない日を作れって言われたんです。作ったらって、考えない作ったらって言われたけど、だって考えないってできなくない？だって頭の中にさ、なんか頭の中に思い浮かんでくるのはさ仕方ないくない？自分の意思でさ、なんか自分の意思であれじゃん、自分の意思でさ、考えてる、何？ STU のこと考えたくて考えてるってわけじゃなくてさ、勝手に頭の中に浮かんでくるんじゃん。まあ考えたいっていうか考えてきて嬉しいけど、それは時給さ、考えないってできなくない？考えても、考えないって考えたら STU のことを考えないってことを考えてるから、それも STU のことですよ。そう、楽しんでるからいいんですよ。それはそれで悩んでたらいけないですよ。それで、それで何？暗いことを考えてるのあれです。例えば何？太ったなみたいな、そんなことは考えてなくて、それはそういうものはもう見えてなくて、それはもう
何楽しいことしか見え